半世紀生きた、もう働きたくない。ピレンです。おはようございます。今日は8月7日。朝7時半です。はい。なんかね、もう、朝暑いし、セミうるさいしで、ちょっと朝早く起きました。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。今日の朝ごはん、食パン2枚です。それではいただきます。お昼ご飯パスタです。それではいただきます。今日の3時のおやつはドーナツとブルボンのルマンドです。それではいただきます。今日の晩ご飯はレトルトカレーと、コンビニで買ったサラダ風、カニ風ミックサラダやったかな。です。それではいただきます。今日7日の支出は、コンビニで600円ほど使ってるんですが、PayPay のチャージ分から払ってますので今日の支出には入れません。はい、PayPay チャージ残りはもう1000円切ってるはず。確か900円、911円ということで、預金残高は847万9710円です。おい、ちょっと。はい、かしょっと。いい、やった。実はですね、最近 YouTube でよくキャンプ動画を見てるんですよ。で、あれ、買っちゃいました。アマゾンでなんかキャンプ用品を、本とかもこういうのを買ったりして、もうね、物欲が止まらない。はい、ということでちょっと紹介していきます。買っていったもの、テント、これはキャプテンスタックしようかな、2人用テント、なんだっけ、グランドシート、タープポール、これがガスバーナーと、なんかクッカーセットになってるやつ、ちっちゃい枕で、感じの、焚き火台ですね。寝袋、ライターですね。こういうやつ、こうやって伸ばして切ってやったら火がつくやつ。椅子ですね。椅子、これかどうか。椅子とナイフです。ファイヤースターター中の火つけるやつと、まだ
これがなんか皮膚記号、あ、こっちか、こうか、皮膚記号、組み立て式のベッドですね。このペグと、はい、ハンマーのセットです。2個付きです。 LED ランタン、ね、こういう感じ、こういう感じのやつ、ハンモックです。なんかヒロシキャンプの影響に受けてます。カトラリーアウトドアセットみたいな感じ。スプーン、フォークと、これがお箸です。バッテリーですね、充電バッテリー。以上、キャンプ用品の買い物でした。なんか見た感じ、これはいらんなーっていうのは、これ、あの、組み立て式のベッドですね、これ。これ、やめてやったら、マットにしたらよかったかなーみたいな。マットにして、で、リュックがあるんですけど、これ。大きめのやつ。これ、サバゲー行くとき使ってたんですけど、このリュックにね、入れて行こうと思うんですけど、これ、ベッド大きいよなーって。マットにして、こう、外側にくくりつけた方が良かったんかな。あと、これ、寝袋ですね。パッと見、これだけでも満帆なんですけど、これ外でつけるんかな。あと椅子かな。椅子もちょっとかさばりそうやな。でも椅子は持っていきたいな。テントやな。テントどんぐらいの大きさなんだよ。これは、箱開けてないからわからんけど。ちょっとここら辺は考えながらな。はい、考えなあかんなって。こう歩き、電車移動で行けるキャンプ場ってあるのかね、関西に。まあ、ソロキャンプなんで、なるべくそのあんまり家族連れが来ないようなとこ行きたいんですけどね。よいしょ。よいしょ。わ、結構なんか重い。パッキングサイズ、40×16×16cm、 重量 3.1kg か。ペグが入ってんのこれ。トリセツ縫い付けたんや、これこれ袋縫い付けたんや。これがポールか、これがペグ。これか、ハンマー。やっぱちゃっきそうで、ペグこれ。なんかこれちゃっちそう。買っといてよかったかな。あ、これポールですな。今広げられへんな、家の中じゃ。
んな感じか。結構かさばりそう。我ながら今回の買い物、キャンプ用品なんですけど、あれはちょっと自分でもアホな買い物したなと思いますわ。キャンプ経験ないのにね、ソロキャンプしたいいうだけで買っちゃいましたよ。でね、車ないんでね、電車で行けるとこあるんかね、キャンプ場。全然わかんないですけど、まあ、最悪そこら辺の河原でタープ一回使おうかなと思います。今日紹介したキャンプ用品の、合計が56,001円になります。はい、これ、カードの請求が9月に乗ってくるんですかね。はい、また無駄遣いしてしまった。動画ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ピレアンでした。